富士、ワールドシリーズ放送できたし、大谷も許してくれてるやろ。うんちとなりました。こんなにネガティブな感情をあらわにした大谷初めて見たわ。マジでフジテレビは追い風吹かないよな W。ほんま草生える金払ってワールドシリーズ放送許可もらっただけやろ。大谷取材 NG 解除されたわけやないのにどさくさに紛れてほんまひどい。NPB には日知りかぶせてキレられてアホやな。インタビューできんから他社のインタビューしてるところ撮ったろ。許してもらえるまで謝罪するんやで普通は何度作さに紛れて押し込もうとしてんねん。できんくらってるけど優勝にかこつけて勢いでインタビューしたろというクズの思考だよなこれ。キムチ鍋特集でもやりゃよかったのに。今朝のニュースで NHK への取材映像を横から映してて草やったわ。まだすり寄りたいんか。港社長が家のことで爆笑してたくらい認識が甘い社風やし、何もないですよって面でニュースで大谷さんすごいさすがって放送できるのもはや感心するわ。下手すりゃ嫁が殺されるかもしれんかったからな。新居買ったのにすぐ売り払わなきゃあかんとか大谷かわいそうだわ。大谷が無理やから大谷の両親に取材しに行くかもしれんな。フジテレビの行動わらりが日本をダメにするって新書出てもおかしくない。ご視聴ありがとうございました。